お疲れ様です。今日はですね、なんとね、現在世界1位、そして世界2位が同じ枯渇デッキを使ってるということでね、こちら、はい、やっていきたいと思います。あ、同じと思ってたけど、ちょっと待って。フキアとプリンで、やや違う。まあ、やや違うんですけど、まあ、ミラーマイティ枯渇、まあ、一緒でしょう。はい、こちらやっていきます。まあ、フキアとプリンセス、まあ、どっちでもいいと思うんですけど、個人的にはフキアの方が、なんか、いいです。なんかね、陸受けが気持ち少ないんですよね。これ、スケルトンの枠が、そう、未来になってるんですけども、まあ、なんか、フキアの方が火力あって、なんか、許容とかもしやすいかなと思い、こちらで、さあ、今日はやっていきたいと思います。まあ、現在ね、世界1、2位が一緒なんでね、さすがに、デッキ強いやろって思いながらも、よいしょ。さあ、ホグが来て、大砲ないので、ロケでカバーですね。そう、なんか途中までは世界ね、この2人とルーカスとライリー、もう1人ね、誰だったかな、世界1桁で、そう、枯渇使ってる人いて、もう世界1桁ね、3人ね、みんなマイティ枯渇やんっていう時もあったんですよ。そう、そんぐらいちょっと今、枯渇ちゃんがあっちいらしいんでね。まあ今回の相手は、まあ巨ホグっぽいけどね。か、まあ、高回転ホグですね。まあ、大砲で頑張っていきましょうって感じかな。普通になんか嫌な相手引いたっすね。まあ、26? さあ、ブラフからの来ない。くるん。あ、待って、最悪。ずれた。まあ、26か。26はでもこれ、相性いいんじゃない?ロケ削りしながら、大砲で一生守れるんで。え?てか相手さ、これなんで一周目にウッド打ってこないんだ?何これ?謎なんだけど。ちょっと攻めちゃおう。いやー、痛い。許容しちゃおう。さあ、まあ、ホグに対しては、マジで大砲が最強なんで、大砲で守って、余裕があればロッキー削り。まあ、あとは、ミラーが今回あるので、まあ、バレルで攻めてウッド使わしたところを、もう一回バレル。かな?まあ、でもね、ファイボ用とかにちょっとずらしたりしてもいいんですけど、あ、で、ファイスピ持ってんでね、なかなか難しいとこではある。まあ、なんか、自陣からマイティ出して、もう一回マイティ出せば、カードサイクルすごい変わるんで、それを狙うのもありっすね、ぶっちゃけ。こっからっすね。俺の回転がめっちゃ速くなるんですよ。よいしょ。こっからっすね。マジで回転鬼早なんで、こう美味しいっすからね、しかも。で、ファイボか?スケファイスピで完封か?いやー、うまいぞ。いや、でも強い!いや、強い。めっちゃ強い。13。さあ、これがね、このデッキの強みです。で、あとは回転が速いので、バレル飛ばしまくりの、ここを突破するのは難しいよね。いや、強いなぁ。ガチで大砲が。で、こっからは、まあ、ロケ削りもできるし、マイティ出して、カードサイクル崩す手もあり。よいしょ。ファイボは嫌よ。キアだけで止まるかな?止まりません。さあ、バレる。ホグはワンチャン来る。一発?さあ、ロケロケ圏内なので、大砲置いて、攻めないでと思いながら、オーケー!さすがに?いや、待ってよ、これ。俺ぐらいになると冷静に防衛ロケ。いや、レベル、タケロケット強っ。さあ、からの、守って、おい、確実に勝っていく。さあ、いいですね。まあ、ロケットのこの削り、あとは、単純にウッド持ちにも、まあ、ミラーバレルが刺さるのが、まあ、多分強いんでしょうね。世界ワンツーとかね、さすがに、ちょっと偏ってるよね。まあ、あとはエレジェイとかか、関係エレジェイいますけど、まあ、エレジェイとかにも、大砲。そして大砲がやっぱライトニングとかで壊されて、だから2周目エリジェ来ても、こっちもね、ミラーで戦うよっていう。多分そういうことなんでしょうね。その、エリジェイ、エリジェイミラー。
をやっぱ大砲一つだと回れない。じゃあこっちも大砲、大砲ミラーで戦うよっていうので、まあ、ミラーが入ってんのかな。なんかそんな感じがしますね。よいしょ。さあ、あれロケ撃ったら逃げられるかな。ゴルライだってロケット逃げれるもんね、あれ。さあ、でこのデッキが一つまたね嫌なのが、スケがねやっぱミラーになってるんで陸気がね気持ち少ないんですよ。そうだからゴーストとかユーノとかああいった受けが難しい。そうだから毎回受けれないから、なんだろう、もう吹き矢で許容だったりとか、結構許容してなんか守りはもうしょうがない、ある程度ダメージを受けるけど、その代わりバレルミラーだったりとかなんかロケットミラーとかも攻めが結構ね強いイメージの枯渇ですね。そうゴリゴリ守りたいんですけども攻めも強い。さあここはもうしょうがないですね。マイティビリビリにね何もできないんでね。まあでも今回相手枯渇なんで、まあ、言っちゃえば神相性ってやつか。バレル飛ばしてもう一回バレル飛ばせばいい話ですからね。まあでもここちょっと怖いな。なんか来たらワンチャン防衛ロケですね。そう陸域がねない分、よいしょ、ロケットで困ったら防衛したりとかねしつつ、さあここまで来たら、あれ俺これロケット見せたよな相手、なんかやってんなこれ。さあロケ打って、いやめっちゃ美味しい、これ美味しすぎん。あとは大砲で守るだけ。あれもう一回ロケ打ちてえもんな。まあでもさすがにヤンチー、まあエリババかぶせてきたらロケ打ちたいけど、うん。さあ大砲で守る、これロケ打ちてえな、ぶっちゃけ。よいしょ。さあこれがロケットの強み、ファイスピも強い。いやロケやば、全とかしですね。はい、でもう一回、まあ、大砲置いとけば安心安全。ウッドもして吹き矢が、おい、さあ余裕で守れます。後ろにこんにちは。あとはバレバレ一瞬だけ竹取って、いやーゴブリンがザップからはみ出てんな。さああれはまあ事故をなくすならしっかり防衛ロケで大砲を撃って確実にですね。 OK。 さあなんかゴリゴリやっぱロケット防衛使う方がいいですね。やっぱ怖いですよね。そう後ろいてマイティの爆破あるからって言ってマイティ爆破とかで、まあ、頑張ってもいいんですけど、ミリ残りがねほんと怖いんでね。クララってミリ残りで世界変わっちゃうんでね。さあゴリゴリ攻めていきます。オールブレイカーか、よいしょ、やりこぶ。マジアチャ型か。ああ、マジアチャ来た。トルネウッドか。なんだろうね。まあ、いろいろあるか。さあ、マイティ。トルネが怖い。うん。さあ、どうしようかな、これ。ウッドで一旦ね。マジアチャオールブレイカーか、久々危んな。大砲をちょっとマジアチャ用に取っておきたいかもね。これまあトルネ持ってると思うんで、バレルの位置をねちょっとずらします。で槍が一体殴ってからのスピーがいいけど、おおよし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 、さあいいぞからの、まあマジアチャ最高ウッドミラーですね。マジアチャマザネクはウッドミラーでしばきます。あー、ファイブ型か。じゃあウッドナイスな相手、これ美味しい情報です。はい、相手はトルネファイブ型なんでウッドナイってことはもうバレル言ったら飛ばしとく。まあバルキリーぐらいかな、気をつけんの。いやーあれ美味しいガチで、さらわけで削ってこれちょっとバレルはマンチャ待ちたいな。お相手ミスってね、トルネ使った、バルキリーが、いやー相手ミスってんな、いろいろ。あーこれ終わったっすよ、コストない。ディガーも飛ばしてトルネもね余分にコスト使って、はい、さあ美味しいな。相手攻めすぎってやつですかね。 OK。 さあ枯渇でオールブレイカーに勝ってるのも熱い。まあ相手がファイボっていうのもあるっすけど、
諦めたかな、さすがに。よいしょ。マイティの圧によってね。よいしょーい。よいしょーい。今んとこ、順調だが、これで世界一位か。むずいな、なんか。広いな、立ち回りが。そう。まあ、個人的にはフキアの方がいいけど。海外の告発会のライリーはプリン型でしたね。まあ、両方使ってた気がするんですけどね。さあ、よろしく。まだミラー上がることによって、矢の雨持ちとかね、そういうのにも戦いやすくなりそう。さあ、ウォールブレイカー。環境偏ってんな。よいしょ。何ウォールブレイカーでしょうか。吹き矢。あー、ドリルかな、これ。さあ、ドリルっぽいですね。ドリルは、スケルトンがないので、あの受けが大変なんですよね。そのドリルか。そう、ドリルの受けが大変。で、ドリルは、もう、ファイスピー許容、ファイスピーウッド許容とか、よいしょ。結構もう許容ゲーになっちゃうっすよね。さあ、定置飛ばしようか。ファイボ？ファイボが早いね。で、今回の相手も、ウッドを持ってない気がすんだけど、どうでしょうかい？これ次、スケキンのサイクルかな？今、スケブ回ってなかったらいいな。回ってました。ちょうど回ってたな。さあ、どうしようかな、これ。だから、ファイスピーはドリル系にやっぱ強いんでね。大砲ファイスピーとか、まあ、大砲ウッド、ファイスピーウッドで一応完封。完封できんのか？狙っていかないとね。さあ、削り。マイティも出して裏ドリル来たらやだな。ちょ、この間に攻めちゃいます。いやー、このファイブ美味しい。あー、ウッド持ちの方だったか、これ。これちょっとダルメっすね。まあ、次これ確定ぐらいでスケブなんで攻めウッドします。よし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 、めっちゃ入るやないかい。ファイスピカウッドでウッドでしたね、相手が。これ大砲残ってるから吹き矢やっちゃおう。いや、でかいでかいでかい。このダメージマジででかい。わあ、逆来たか。さあ、少々は許容でいい。少々は許容で耐えて、まあ、ここはさすがにちょっと、マイティ飛んでいくか。久々に。お？これは？マイティが？マイティ、バカ削るやん。さあ、ロケット圏内来た！たまに起こるね。マイティぶっ刺さりですよ。まあ、たまにしか起こんないけどね、あれ。なんかマイティって、インドラよりも、HP ミリで、なんかすごい削るっすね。なんか最後の踏ん張りが、めちゃくちゃ強い。なんかそんなイメージがある。なんか体感ね。俺だけかもしんないけど。残りミリでのマイティがね、めっちゃ強いね。さっきのもなんかそんな削るっていうぐらい削った気がする。インドラよりも優秀。最後の削りはね。さあ、よろしく。ISP の時放つロケット、コカッちゃんっぽいな。これ。この名前はコカッちゃんっぽいやろ、これ。どう考えても。いや、もう全然 ISP 入ってなさそうやん。さあ、アイビーズ。まあ、クロス、スケラー。スケラかな、バルキリーだし。金キドやだよ。キングキドやだよ。さあ、このファイスピがいやらしい。さあ、遅延スケーラーですね。まあ、これはベビードラがちょっとめんどくさいぐらいで、それ以外は、フキアで守って、バレルバレル、バレルバレル、大砲も優秀、大砲ウッドでスケラも守れる。結構なんか良さげな気もするが。今なんでウッドしちゃって。ちょ、めっちゃ攻めちゃおうかな。こうバルキリーで美味しくいかれるか。ああ、この今のバレル良くないっすね。
間違いなく。うん、殴んな。おーい、最後のカマ、カマ強すぎ。アドやばい。7アドから6アド取られてます。バレルミラーさ、バレキリでね、ワンチョン切りされるのあれ渋いね。あ、キングヒドやだもんな。キングヒドやなんでね、しょうがないよこれ。キングヒドやだもん。さあ大砲置いて、お、いい相手やってねそれ。いくら吹き矢が嫌だとはいえ、こう相手ミスっすね。これはもうこっからバレル飛ばす必要ないっすね、僕ぶっちゃけ。ただただ金起動されるんで、もうロケ削りっすね。はい、いや熱い。金起動したのでか。なんならこれ追いロケットを打ちたいぐらい。あ、追いロケット打てばよかった今。あれがいたもん。バカだバカ、なんで打たなかったんだ。さあキング起動がガチ強、すべて守れる。よし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 、ロケ打って、いやベビードラ欲しい。ベビードラ、ベビードラ来たらロケさすがに打つな。いやでもあとやばい、大砲置いて。あ、大事なのはあと大砲先置きね。この先置きめっちゃ強いから、困ったらというかちょっとだけ怖いなとか思ったらこれロケット打っとけば OK。 金起動もしてるとほぼ入らない。よし、俺ロケット打てるんだけど。打っちゃおう。これレベル 13? 強いんじゃね。さああとはロケ圏内2周ですね。まあでもこれぶっちゃけもうね、金起動したから金起動できないからね、普通このデッキだと。うん、なんだこの位置の吹き矢も意味がない。さあでまあ事故はこのベビドラだけど、まあ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 大砲が残ってるんで、さあ5387なのでロケロケー。いやーもうね、スケラはねキング起動しちゃうと本当にねダメージ入んないんでね、まあ、これ美味しいですね。そう、ここまで楽には多分勝てないと思うんですね、吹き矢がいても。オッケー。さあここ勝てば12勝よろしく。何が来るかな。エルシャイ意外と引かねえな。なんかいるんすけどね、多いのに。大砲大砲でエリジャイエリジャイをやりたいがさ、ミニペッカー、ミニペッカーわかんねえな。まあ、メガナイトかザップだとスパーキー濃いなこれ。めっちゃスパーキーの顔やん。いやファイボザップかちょっとわかんねえ。いやめちゃくちゃスパーキーっぽいんだよね。でもラバー、いやまあラバかスパーキーでもファイボだもん。うん、さあラバーかスパーキー、他だと、あーラバー来ましたね。いやこれマイティめっちゃ活躍するっすよ多分。あーまあボス的にはしょうがないなマイティ。まあそれ以外は吹き矢、吹き矢やりたいな。吹き矢出して、あーそれやだなマジ。これやばいよな多分。うわーやばいなこれ、結構いかれんな。なんかファイボザップなのにディガーなんですよ今回の相手。そうそう、それがちょっとね嫌なんですよね。ラバルぽいんですけど、ラバディガっていうこのディガがちょっと嫌ですね今んとこ。うん、さあ本気で一本左ゴリラ行きたいっすね。さあ頼む。いやいいダメージ入ってんな。ベビドラディガーだからな。
にゃー、これでそれ行かれんのやば。マイティ潜ればよかったかな。よしよし、いやこれマイティが実は刺さるみたいな。よしよし、あこれ太鼓で守ればよかったな。いやいいや、いや意外といいよ、全然あるよ全然あるよ。マイティ、これマイティさ、あれやってみる、あれよくねえかな。あ、めちゃくちゃいいミニペッカ来てるわ。しかもミニペに当たらんっていう。やべえ、すべてに当たってね、ロケットしてる。ガチでやべえ。何にも当たってなかった今。まあまあ、ファイボ使ってほしいな。使わねえか。いや耐える、一応前あのロケット下手すぎたっすね、ガチでそれだけ言いたい。ロケのエイムがない。こう、おいしい、マイティ、いや全然浮き合い延命できん。ザップオッケー、あー危ねー危ねー、危なすぎー。フギアの延命が下手とロケットのエイムましてチンチンでしたね俺。磨きますしっかり、はい。さあ宝箱もう何もいらないっすね。ということでこちらのね、現在世界1位2位が使ってる枯渇ということで、ちょっと皆さんもねぜひやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。